こんにちは、K2 スノーボーディングの加藤です。今日紹介するのは K2 の新しいツインチップ、ヒプノティストという板になります。意味としては催眠術師という意味になってて、グラフィックがこんな感じになってます。実際のテクノロジーに関してなんですけど、シェイプ自体はツインチップ。ベースラインに関してはフルキャンバーになります。グリップも強いし、反発もいいし、本当にジャンプ飛びたくなるようなベースになってます。中のテクノロジーなんですけど、ノーズとテールにスペースグラスといって非常に軽い素材を使っていて、ツインウェイトを非常に軽くしてます。さらにカーボンバックボーンといって、ノーズからテールにかけて直線状にカーボンを入れて、さらに足元にクロス状にカーボンを入れることによって、トーションの反応、反発の良さ、そういったものを担保しています。がっつり飛びたいとか、そういった方にはおすすめしてる板になってるので、紫スポーツさんの店頭でぜひ見てもらって検討してもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。